系の未来を救う人はあなたの隣にいるかもしれない。隣のカーボンニュートラルさん。名古屋市内にある木でできたこの建物、4年前に新しく建てられた。以前のものと比べて地球にとっても優しいんだって。板倉作りという建物の方法で作っていただいていて、すごい分厚い木の壁をこうはめ込んでいって作るような建物になります。板倉作りというのが木造の使用量が3倍使うというふうに言われてますので、まずその木自体に炭素を貯蔵できるということ、 CO2 の貯蔵量も3倍になるというふうに言われています。木を切って建物に使うと、もともと木が持っている炭素を中に溜めたままで外に出さないんだ。約71トン貯蔵していると言われています。世帯で言いますと26世帯が約1年間で出す CO2 の量に相当すると伺ってます。便利な暮らしで引き換えに地球には二酸化炭素が増え、今地球沸騰化とも言われている。そこで再生可能エネルギーを使ったりして出る量を抑えたり、二酸化炭素を吸収する森を育て、プラスマイナスゼロにしちゃおうというのがカーボンニュートラルなんだ。木で建てることは地球にも子供たちにとってもいいことなんだね。いろんな施設さんが木の建物にしたいなって思っていただける、モデルになるような活動だったりとか発信が今後もしていければなと思っています。